アメリカの竜巻はちょっと規模が違って、ものすごくでかいのが、しかも複数同時にこうできたりなんかしてですね。アメリカ人にとって多分竜巻っていうのは、我々が台風に関して抱くのと、似たような感情を抱いているんじゃないかと思いますね。例えば、オーバーザレインボーというか、有名な、なんて言うんでしょうか、童話のような話がありますけれど、あれの最初のきっかけは竜巻ですよね。竜巻があれば、なんて言うんでしょうか、異世界に飛んでいってしまうということが可能になるわけで、そのくらい、ある意味身近な、すぐに頭の中に出てくる恐ろしいものっていうことなんだろうと思います。これで一つだけ思い出すのは、福島の第一原発ですね。事故を起こした原発ですけど、あれの非常用電源の位置が、何でしたっけ、ディーゼルの発電機があったはずなんですね。だから外部から電源がシャットアウトされてしまった場合に、対抗する、危機を避けるために発電する機械、これが、なんと地下に作られている。なぜ地下に作られているかっていうと、もともとあの原発は、アメリカ製というところがあって、アメリカ製と言えるかどうかちょっとわからないですが、少なくともそのデザインなんですね。で、自然災害を避けるといった時の自然災害でイメージされるのが、地震や津波ではなくて竜巻ということ。そうすると地下に施設されていれば、竜巻が襲ってきてもやられないで済むと。つまりディーゼルの発電ができる、原発がメルトダウンに至らないという、非常用の電源が生きてるということだと思うんですが、日本の場合は竜巻ではなくて地震とその津波によって、こういうことが起きたと。なぜ高い位置に発電機がなかったのかっていう話の時にそういうふうな話ができたのを思い出します。 とにかくね、あんまり大きな災害が起きないことを本当に願いたいところですけれども、これ原因とか簡単にこう言えないですけど、福岡ではね、実に痛ましいというか、小学校6年生の女子児童3人が、犬鳴川という川で、溺れて亡くなりました。夏休み初日の出来事ということで、教員、学校はもちろん、もちろん肉親は大変な悲しみに打ちひしがれていると思いますけれども、そんな事故も起こっております。気温の激しい変化、これからまたね、気温がどんどん上がっていく、もちろん梅雨が明ければさらに上がっていって、35度が普通になるという、1週間なり10日なり、場合によってはもうちょっと長いんですかね、そういう厳しい時期をこれから迎えますので、もちろんそれには注意が必要ですけれども、同時に水の事故などにもあったりしないように、ぜひお気をつけいただきたいと思います。 今日も皆さんにいただいたメールのご紹介中心にやっていくんですが、冒頭でお話申し上げようと思ったのは、これは今日だったか昨日だったか、テレビ朝日のモーニングショー、私の古巣の一つでもありますけれども、そこでちょっと面白い問題を取り上げていたので、それについて私の考えというか、考えっていうほどのことでもないんですが、つまりどういう問題と捉えるべきかっていうことをちょっとだけ申し上げたいと思います。きっかけは例の動物に対する虐待ではないかということで、動物の愛護団体がですね、なんと
その行事の主催者を刑事告発したという事件です。これは沖縄の、糸満というのは沖縄の南部の方ですけれども、糸満ハーレーなんで有名なあの糸満なんですけど、あるいはそのあそこにいるその漁師さんたちでね、ウミンチューなんて呼んだりしてるわけですが、この糸満ハーレーの中でその一つの、まあ、イベントとして、アヒル取り競争というのがあってですね、なんとこれが 20% ぐらいのアヒル、まあこれちなみに、まあ、アヒルってあといろいろいるわけですけど、食用のアヒルだという説明があります。でこのアヒルを20羽海に放すんですね。その海にいるものではもともとないので、でまあおそらく羽の一部を切ってるんだろうと思うんですが、これははっきりそういうことをどこにも誰も言ってないので分かんないんですけど、飛んで逃げられないようにしてそれを海に放つ。そうまあバタバタバタとまあ逃げまくるわけですけれども、それを60人のまあ市民というか、女性がいたかどうかちょっと映像的には男性ばかりだったような気がするんですけれども、60人ぐらいの人間がまああらかじめ手を挙げていて、参加者ですね、その人たちが海に飛び込んで、でそのアヒルを捕まえて船に上がってくるっていう、まあ、そういう催しなんですよ、うん、でこれまあだいぶ以前からやられていることという説明もあるわけなんですが、これがアヒルに対する虐待であるということで、動物愛護法、まあ、以前はね動物管理法と呼んでおりましたけれども、略して動管法と呼んでたんですが、最近は動物愛護法という名前変わってますね。まあ中身も変わってるわけですが、まあ、これによるそのまあ、刑事罰を与えるべき、犯罪であると、刑事告発であると言って、ただこれは、まあ、その告発は行われているんですが、地元の警察はこれをまだ受理していないということがあるようです、うん、でこれが一つ。それから、もう一つ近々のやはり例としてあったのが、これは三重県の桑名って場所がありますけれども、そこの神社の神事、神社で行われる神事ですね、これが激しい内容で、いわゆるやぶさめってあるじゃないですか、ダーッと鎌倉武士みたいな格好した人が馬に乗って、で両手を離してですね、でまあ、すぐ脇を通るんですけども、木で作られた的をこれを矢で射抜くと。で、まあ、あれにちょっと似てるところがあって、細い、まあ、お客さんがこう列を作ってるっていうか、そこで見てるわけですが、その間を細いところを馬がダーッと、馬っていうか人も乗ってるんだけどね、駆け抜けて、で最後坂道を上がっていって、で2メーター以上あると思うんですけど、その壁をですね、で真ん中少しくりぬいて低くしてあるんだけど、壁を乗り越えようとするんですね。で勢い余って馬上の人は転がり落ちたりしますし、あるいは馬がそれを越えられるか越えられないかって、これによってその農作物の豊穣を占うという、豊作か凶作かを占うみたいな、そういう神事なんですね。これはめちゃくちゃ歴史が古いらしくて、一説には南北朝の頃からっていうね、いう話ですよ。でこれが特に今回取り上げられたのは、今年行われたものですかね、馬がその最後のところで、壁を乗り越えるには相当無理をするわけですね。でこれで骨折をして、
で、馬っていう動物は骨折すると、なかなかその後命を保つのが難しくなる動物なので、競馬なんかでもそうですよね。転倒して足を折ったりすると、まあかつてそれでも長生きした馬の例がありますけど、大事ね、大変な名馬でそういうケースがありましたけれど、基本的には安楽死させられるんですね。まあ安楽死というのは、私は馬の安楽死は見たことないですが、牛に関しては、まあ何て言うんでしょう、消毒薬を血管に注入するとそれでもう終わりです。 そういう、まあ方法があるわけですけれど、で実際その馬を安楽死させることになったということで今注目されていて、神社の側が、違う形での運営を、まあ、考え始めているというようなことがあるようです。で、これ動物虐待ではないかって言われる、まあ言われる、あるいは言われかねないような動物の扱いというのは、日本だけではなくて、まあ、世界のあちこちでも実際にあって、まあそれに対する批判もまあいろいろと起こっているようです。で、そうすると、まあ例えば象なんかが主人公になるインドのね、お祭りなんかで、そうするとあれは象を、飼ってる象なわけですね。で、これをなんて言うんでしょうか、イベントというか式典用に教育するにあたって、極めてまあえげつないというか、槍のようなもので足を刺すようなことをして、言うことを聞かせたりとか、いう、まあそういうものが映像として出て一時大変批判をされましたけど、まあ、あれはインドではなくてタイの例だったと思いますが、そんなこともありました。で、そういう批判を受けて、本物の象ではなくて、かなりのお金をかけてロボットの象を作ってですね、しかも実物大なんですよ。で、これが耳が動く、目が動く、鼻がどのくらい動くかね、ちょっと分かりませんが、ちょっと本物っぽい動きがあって、これをその代わりに、まあ、使うっていう方向に、まあ、実際踏み出した、まあ、お寺さんなんかもあるようで、まあ、各寺でやってる行事なんですね。で、まあ、こういうことが起こって、まあ、動物に対するあらゆる対応の仕方っていうのをどう考えたらいいかっていうのは、非常に大きな問題としてありそうです。まあ大した問題じゃないんじゃないかっていうふうに受け取られるケースもあるかもしれませんが、テーマとして人間と動物の付き合い方をどうするかっていうのは、まあ、これは宗教的な内容もまあ一部含んで非常に大きな問題ですね。まあ一番の問題というか問題の根源は、我々がまあ動物を飼育したり、あるいは動物を食べたりしているということが一番原則、なんていうんですかね、ベースにあると思うんですね。俗に経済動物という言い方をしたり、あるいは、産業動物という言い方ですね。こっちの方が広い範囲でことになりますけど、もちろん肉とか、あるいは牛乳などのように乳を取ったり、あるいは卵とか、まあ食べるためにそういうものを取ったり、あるいは労働力を提供させる、まあ牛を使って何かをするということが代表的ですけれど、まあ家畜とか家禽とか言われるものの世界はそういうものになりますね。で、まあそういう経済動物、産業動物に関して虐待というのはもう概念としてありえないっていうふうに考えるのが普通なわけですね。つまりそれを虐待と言っていたら、多分我々
松阪牛も食べられなくなりますし、ね、美味しい豚肉も美味しい鶏肉も、食べられなくなる。なぜなら我々は美味しい美味しいと言って食べるわけですけれど、食べられる側からすれば常に残虐行為ですからね。これは自分に対する攻撃、虐待の、まあ、しかも何て言うんですか、極みですよね。うん、ただそれは食べるために我々がやってることというのは広く面積されているというのが我々の置かれている現状で、でまあこの肉食に対する批判をする人たちもおりますから、それをその場合はつまりここをもうすでに批判するということになるわけですね。これは大問題です、正直言って。でこれから特に、まあ、食料問題なんかがさまざまな形で現れてくるようになると、また別の角度から、まあ、そもそも、肉などを食べていていいのかっていう議論がその経済的な問題として出てくる、うん、まあ、食料問題の一つとして出てきてしまう。これ厄介なんですよ。それから産業動物、経済動物というものの中には、まあ、ペットの話も出てきてしまいますよね、どうしても。で、なんて言うんでしょう、特に犬に関して言うと、犬はまあ3万年前ぐらいに人間に近づく方向を選んだ狼との共通の祖先の一部。狼との共通祖先の動物がいて、でその中から、大多数は狼になったんだけども、一部人間にの近くで生活することを選んだ人たちがそういう、まあ、元狼みたいな人たちがいて、でこれがやがて、人間と一緒に暮らすようになったり、人間のすぐ近くで暮らすようになったりすると。で、まあ、犬という存在になってきたんでしょうけど、ただそこから先、人間も、なんて言うんでしょう、かなり、まあ、好き勝手とは言いませんけれど、いろんな犬種を作り出してきたのは、人間の力によって作り出してきていますよね。それは人間にとって、まあ、その人にとってあるいはそのグループにとって好ましい性質を持つような子ども同士を掛け合わせて、どんどんその形質を強くしていくというか大きく安定したものにしていく、まあ、そういう方法、一番基本的な方法だと思いますけど、それによっていろんな犬種が生み出されて、こんなでっかい犬とこんなちっちゃい犬は両方犬だっていうことに驚きを感じるぐらいさまざまな犬種が生まれていますけども、これもまあ数百年かけてやられてきたことでしょうから、それをいい悪いとか簡単に言って切り捨てることはできないと思ってますが、そういう問題もある。問題の範囲だけで言うと、そういうことがあるわけですね。で、まあ、この犬の犬種、ね、犬や猫の犬種、病種もそうですけれども、私なんぞが以前ちょっと手を染めていたグッピーの世界なんかはですね、もっとこれある人は遺伝子遊びと呼んでましたけれど、狙った遺伝子の発現をまあ、実現するということのために、好ましい、もの同士を、まあ、掛け合わせていくっていうやり方で、まあ実にさまざまな色や光を放つ、グッピーが生まれてくるわけですが、これまさにグッピーの体はキャンバスに見立てられていたようなところがあって、グッピーという魚の
種の保存だとかいうその高邁な目的があったわけではなくて、美しいものを、まあ、作ろうということだったわけですね。必ずしも美しくなくても変わったものを作ろうということもあったでしょう。でこういうものは本当に問題ないのかっていう議論も当然出てくるだろうと思います。それからもっと現実的なこと、まあどれもみんな現実的なんですが、動物と我々が近くに行って、その間にまあ何て言うんでしょうね、ウイルスの交換みたいなことをしてしまうと、これがとっても恐ろしいことになるっていうのは、この間まあおそらくコロナもそうだろうという話ですから、人間がそのなかなか解決できない病気、人間の病気の多くは動物由来というふうに言っても間違いではないんじゃないかと思います。その人間とそれ以外の動物の間には種の壁があって、その間に、つまりコウモリの体に宿していた、ウイルスは人間には簡単に移らないんだよ、それはその通りなんですけれども、それは種の壁があるからだっていうことなんですが、それを何らかの理由によって乗り越えたときに大変なことが起こるということですよね。インフルエンザしかり、 SARS しかり、それから HIV しかり、さらに言えば何でしたっけ、もっと恐ろしいエボラウイルスの件もそういうことですよね。だまあこの辺も我々が動物との間に抱えている問題の非常に大きなものだということになると思います。いろいろ網羅的に申し上げたので、どれもがなんかくっついてるっていうか、その相互に関連してるとまで言うつもりもないんですけれども、そうなんか批判的に言ってるように感じられるかもしれませんが、私自身グッピーに関しては大変楽しかった時期がありましたし、それから、今は、まさにコンパニオンアニマルですね、犬を飼っておりますし、犬をかつて飼っていた犬についても、それが間違っていたというつもりは全然ないですし、ということを込みで申し上げたいということです。なんか皆さん方が多分いろんな反応があるんじゃないかなという気持ちも込みで申し上げておりますが、よろしくお願いいたします。で、今申し上げたことに関しては、私がマグマグさんから出させていただいておりますメールマガ2つ今出ましたけれども、ウッチージャーナルとそれからウッチージャーナルデラックス、この両方に、まあ、内容の一部を反映させたいというふうに思っておりますので、これいずれも有料のメールマガですけれども、お試しいただければと思います。っていうところでちょっと早いですが1曲目いいですかね、はい、よいしょ。今日はダ・ラムゼール・イストリオでシェナンドゥ。